皆さんどうもこんにちは、打楽器の演奏家の島田圭人です。さあ本日も元気にやっていきましょう。吹奏楽の本番中にドラムのところにこっそり座ってたらバレるのかドッキリ。今回仕掛け人は指揮者の先生と数人のスタッフのみ、そしてたまたま東京パーカッシブペアのメンバー富岡春江ハッチがエキストラ演奏として参加していましたので、裏でこっそりやり取りしながら本番だけ僕がドラムのところにスッと座ります。でドラムの位置が吹奏楽全体の後ろの方なんですけども、これいつもと演奏が違うなとか、いつもとなんか違う人の声聞こえるなとかで気づくのかな気づかないのかなという検証を兼ねたドッキリでございます。楽団は皆さん大人のアマチュアの楽団です。曲はディズニー・アット・ザ・ムービー、ディズニーの有名な曲をメドレーでつなげた、吹奏楽用の編曲楽譜になります。それでは行ってみましょう。どうぞ。大丈夫って言われてるんですけど、パーカッションの人にバレるんじゃない？失礼します。失礼します。お疲れです。
あ、はい、すいません、お邪魔しました。後ろから失礼します。打楽器の演奏家の島崎と申します。今回ですね、こっそり後ろから本番だけドラムを叩くっていうですね、サプライズ案件でやってまいりました。皆様の演奏が YouTube に乗っかりますので、ぜひよろしくお願いいたします。本日はありがとうございました。指揮者の染野先生はよく知ってます。指揮者だからこっち見ながらニヤニヤするんですよ。山本染野さん、こうやって指導してるんだなってすごい怖えーと思ってる。上の皆さんからちょっと何か一曲ということでドラムソロを、はい、ハッチゲルの全然知らなかったんですけど、まあ、実はよくドラに来てもらってるんですよから始まって、さっき実は裏でハッチとめっちゃ連絡取り合って、5分巻いてますとかめちゃめちゃやり取りをしてくれました。富岡さん、ありがとうございました。ありがとうございました。この辺全面に感じていただいて全面に、はい。はい、はい、ありがとうございます。これ塗ってます、はい、ドッキリ大成功ということで、いやー、ほんとすごい喜んでいただけて、なんか何よりでした。初めてその楽団に入って、初めてその指揮者と、しかもテンポチェンジが多い曲でドラムバンバンやるっていうのは難しかったです。でこういった企画またやれればいいなと思ってますので、うちにも来てほしいなっていう団体さんありましたら、お気軽にツイッター等にご連絡いただければ、検討させていただきます。ぜひお声掛けください。よろしくお願いします。それでは打楽器の演奏家の島崎優斗でした。さようなら。